はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ここのところですね、めちゃくちゃいいピアノが続々と届いております。もうなんていうかな、インターネットを使ってですね、このアップライトピアノの在庫を持ってやるのはやめると宣言したんですが、ご要望がですねあまりにも多くてですね、再開することにしました。気が変わりました。ただし、傷職人が減りましたので、傷の修理の極力しなくて済むピアノ、それから回転の速いというかね、売れ筋のピアノを中心に扱うことになりましたから、前みたいにね、何十台、100台以上の在庫の時もありましたけど、それはやめますね。今ここにあるのが残ってるピアノ、あと別の倉庫に2台ほどありますね。大橋と U1H かな。今日の話はエンペラです。エンペラー、皇帝ですね。エンペラー、何のこっちゃって思ってるかもしれませんがね、猫足の、これは河合のピアノです。河合の、エンペラーって確かね、関西のなんとか楽器さんかなの、オリジナルっていうか、OEM で作ってた河合のピアノだけど、その楽器屋さん専用に名前をつけて、いい部品を使って、ちょっと高級志向でですね、デザインを変えて、売ってたピアノね。で、同じようにですね、ここにありますもうちょっと濃い赤色ですが、メルヘン、これも楽器店向きに特別に作った高級ピアノですね。猫足のグランド譜面台の垂直のやつね、ここに可愛いって書いてるでしょ、これね。これとほぼ中身は一緒です。で、こちらはエンペラーですね。微妙にデザイン違うんですけどね、譜面台の形とかね。で、こっちの方がちょっと明るめの赤い色ですね。ちょっとまた汚れてますね、今日取れたばっかりでね。また取り直しますが、こういう状態ですね。まあ本当に今同じものを新品で作ったら、おそらく150万ぐらいするかなと。まあちょっと汚れてるとね、磨きをこれからしますが、磨きしてから取り直しますがね、相当綺麗になります。ピカピカでね。はい、中見てみましょう。 MY707M、 あ、うちの昔のシール貼ったらこれ、ということはうちで調律をしていたピアノですね。166-3148という製造番号。中こんな、あ、綺麗ね、結構綺麗ですね。こういう状態のピアノですね。はい、いい感じですね。これはちょっと、さてどんな音がするかちょっと聞いてみますね。さて、まあ重点音はすごいと思う。河合はね、響板が分厚いので低音すごいんですよ、この辺の。あ、この辺は上品な音で、綺麗でしょ。あ、低音がいいな、やっぱり。Thank you.
これぐらいにしておきますね。長い曲なのでね。これね、昔フレンチポップスでね、ああいうイージーリスニングって流行ったんですが、ポール・モーリアとかレイモンド・フェーブル、フランク・プールセルとかね、ノーマン・キャンドラーとかフランク・ミルズとかね、いろんなの流行りましたが、パーシフェイスもそうですね。これね、カラベリグランドオーケストラっていうね、カラベリっていうオーケストラだったんですが、それのそのカラベリさんが作った曲です。で、どっちかというとカラベリさんが演奏したよりもレイモンド・フェーブル・グランド・オーケストラというところが演奏した、ネットにも出てると思いますよ、愛をもう一度と、愛をもう一度やったかな、愛をもう一度かな、あの曲なんですがね、めちゃくちゃ綺麗な曲です。適当に弾いてますが、もうなんかね、すごい気持ちよくてね、ずっと弾いていたくなる不思議な気持ちのなるピアノ、音が豊かでね、全然いやらしくないんですよね。弦が長くて響板が広くて良くてね、グランド譜面で、これね、メジャーセブンというコードです。これにナインスの音を入れると綺麗でしょ。でよく終わり方でシックスナインって音があるんですが、こういう音、ドミソラレ、こういう終わり方もある。こういう終わり方ね、このコードもしといたね。いや、長くなっちゃったね、ごめんなさいね。なんか長時間弾いててもすごい心地いいピアノですね。エンペラーの MY707M という超高級モデルですが、音はもう保証しますということです。タッチもすごくいいですね。ご希望の方はお知らせください。向こうのメルヘンとほとんど値段あんまり変わらないはずですけども、これだけの高級なピアノは今まだ作ってないですね。ここまでのピアノはね、ご希望の方はお知らせください。それからディアパソンの新品があるんですよ、こういうね、めっちゃ安いですからね、旧モデルですが欲しい方はおっしゃってください。それではさよなら。